契約年数別の店舗数っていうのがあって、古い FC が何年以上やってるのがどれだけあるかっていう表が出てるんですけど。はい、今回は、はい、フランチャイズにおけるですね、事業継承ということについてちょっと話をしてみたいと思うんですが、ビジネスチャンスの6月号がこの特集だったんですよ。いつもやっていたビジネスチャンスのレビューっていうですね、つい忘れちゃってて、さすがにもう5月になっちゃったんで、6月号ってのは4月に出てるやつですからね、このタイミングでやるのもどうかと思うんで、まあ、その中で今回の特集が事業継承だったんですね。これも大変いい特集で、僕も勉強になるところがかなりありました。その特集の中ではですね、メガジーの谷沢フーズさんっていう、フランチャイズ業界では知らない人いないと思うんですけど、そちらの事業継承、75歳から46歳の息子さんに、このお二人出てて、事業継承について語られてるんですけど、このインタビューが非常にね、面白かったですね。どんな話をしてるかというと、やっぱりもう事業継承で企業150年の体系っていうのがあって、これは谷沢会長お父さんが作られたんだと思うんですけど、第1期から第5期まであってね、創生期、成長期、成長期にも2つあって、量的成長期、質的成長期で、その次は価値転換期っていうのがあって、次元上昇期って、まあ、ちょっとこれだけ言ったら分かんないと思うんですけど、谷沢フーズの歴史の中でですね、こういうふうに今振り返るとなっていたと。でその時々で、まあ、どういうことを考えられたかっていうのがこう書かれてるんですけど、創世期とそのままの勢いでずっといくっていうわけじゃないです。いろんなことがあって変わっていく、シフトチェンジをしていくっていう考え方は非常に勉強になりましたね。ぜひ内容にインタビューを読んでほしいんですが、これを読んで思い出したのは、ヤマハ音楽教室っていう、これはフランチャイズではないんですけど、まあ、フランチャイズ的な組織ですけど、これ のオーナーの集まりっていうのに、ちょっととあることで出させていただいたことが何十年も前にありましてね、その時にですね、まあ、ヤマハ音楽教室をやられてる全国からのオーナーがこう集まってるんですけど、ヤマハ音楽教室とかだと3代とかいるんですよ。おじいさんの代に始めて、お父さんが継いで、それが今息子ですみたいな、事業継承2回やってるわけね。確かに全然違うんですね、タイプがね。一番最初にヤマハ音楽教室をやって、今80歳ですみたいな人と、その孫みたいのがいるわけですよ。ビジネスの考え方が全く違うんだね。ピアノがこれから日本全国に流行っていくんだみたいな、その市場を作っていくんだみたいな時に入る人と、いやそれで成功して2代目が継ぐわけじゃないですか。2代目はそういうなんか何もないところに作っていくっていうのは、そこは見てないですからね。結構儲かってんなみたいな感じじゃないですか、そこを引き継いでって。3代目、ま、お孫さんと、その息子っていうのは、それを見て、まあ、結構お父さんの代よりもちょっとやっぱり限りはありますよね、当然ね。でそこをどうやってうまく生かしていこうかっていう、そういうことですから、全然タイプが違うんだよね。事業継承っていうのはそういうことがあって、お父さんが始めた事業を俺のやり方でこのまま伸ばしていけなんていうもんじゃないっていうことが、この谷沢さんのインタビューを見るとよくわかりますね。このチャンネルでも何回か話してますけど、モスバーガーなんか結構大変なわけですよね。この事業継承、息子さんの方の勉強会をやったりとか、まあ、そういうことをやって、いかにうまく引き継いでもらう、引き継いでもらえばいいわけじゃないから、引き継いで成功し続けなきゃいけないからね。ここは推測で言いますけど、モスバーガーなんかだと、お父さんが一生懸命働いてて、その姿を見て大変そうだなと思ってる人も多いんじゃないかと思うんですよ。そうすると息子は継がないですよね。で今はもう、でも昔の時代のモスバーガーと違うじゃないですか。これからのモスバーガーは全然自分の親父がやってた代と違うんだということでね、息子さんがどんどん継いでいくようになればいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。今回この特集ですね、見て面白い表とかも出てて、ビジネスチャンスと取られてる方はもうぜひ見ていただきたいんですけど、長年続ける加盟店が多い契約年数別の店舗数っていうのがあって、古い FC が何年以上やってるのがどれだけあるかっていう表が出てるんですけど、例えばびっくりドンキーっていうのは208店舗をあって、32オーナー、やっぱオーナーの数は少ないですね、複数やってる人が多いからね。その中で31年以上やってるのが7店舗、26年から30年やってるのが33店舗、21年から25年やってるのが52店舗ってことで、まあ古いんですよね。びっくりドンキーが古いのは分かってたんですけど、意外とここがそんななのかと思ったのはね、プロポーション作りのダイアナさんね、 FC ショーでよくね出てきません、ね、僕通る時に必ずいい場所にいるもんだから、いつもここ出てますねって、プロポーション作りのダイアナ、女性の補正下着、ここもね31年以上やってるところが36、26年から30年ってのが83、
21年から25年が153丸、ダイアナさんって800、900近くあるからね。にしてもですよ、すごくないですかこれ。でも店があんまりダイアナって目立たない、田舎行ったら一軒家でその中でやってたりとか、都内でもマンションでもできるっていう業態だから目立たないですけど、ずっと長くやってんだなこれね。今回のこの事業継承のビジネスチャンスの特集で初めてダイアナさんでこんな長く続けてる人が多いんだっていうのを知りましたね。ということで今回ちょっとビジネスチャンスの6月号の特集というところまではちょっと話はできませんでしたけど、その中から良かった特集を話をしてみました。あとね、今回から新連載が始まってて、フランチャイズオーガナイザーの佐々木さんの新連載が始まってるんですけど、僕が今回始まった連載の中で一番いいなと思ったのは一番最後のですね、に編集長がねのコラムが始まりましたね。ボリューム1はホワイトフランチャイジーとはということで、まあ、ワークマンとかについて話してるんですけど、何がいいってね、このタイトルがいいね、諸行無常の響きばかりという編集長コラム、中村さんのやつが始まりましたんで、このタイトルがいいと思いました。今後の中村さんのコラムに期待と。今回はこれで。